アブドゥルムーミンは12世紀に北アフリカで建国されたムアヒド町の創始者であり初代アミール。ベルベル人のザナータ族の出身。12世紀諸島のモロッコで起きた宗教運動に参加し、北アフリカのモロッコからチュニジアにかけての地域とイベリア半島にまたがる国家を建設した。彼の時代にマグリブの政治的統一が達成された。1 9 4年頃、 トレムセンと地中海沿岸の中間に位置するネドロマの東高の家に生まれる。若年時は、故郷のトレムセンで、イスラームの学問を収めた。1117年頃に、ベジャイアに留学し、ベジャイア近郊のマラーラで、ムアヒド運動の指導者である、イブントゥマルトと対面する。この時から、彼の門弟として、行動を共にするようになった。このアブドゥルムーミンと、 トゥーマルトの出会いは神秘的な伝説によって脚色されている。トゥーマルトラムアヒド派はマーリク学派を公認し、射手的な空気が支配するモロッコのムラービト町を攻撃の対象とした。ムアヒド派による批判は進学の分野を超えたものであり、ムラービト町の宮廷ではトゥーマルトたちを排除する意見も出ていた。かくしてトゥーマルトは ムラビト町の首都マラケシュを離れて、アトラス山脈に移動し、アブドゥルムーミンは彼に付き添った。1122年にムワヒド派は、キクの戦いで、ムラビト軍に勝利するが、ムラビト朝からの圧力は、より強くなり、1123年にティンメルに移動した。10人を意味するアシャラ、あるいは、共同体の人々を意味するアフルあるジャマーアの名前で、呼ばれる。 顧問会議の構成員となり、軍の指揮権を委ねられた。1125年に、トゥーマルトが軍隊を編成した時、アブドゥルムーミンが、軍の総司令官に選ばれた。山岳地に潜伏していた、ムアヒド派は、平原部に押し寄せ、弱体化したムラビト軍を打ち破る。マラケシュを包囲するが、陥落には至らず、あるブハイラの戦いで、マラケシュ救援に現れた。 騎兵隊に、ムワヒド軍は敗北し、トゥーマルトの後継者と目されていたアルバシールが、戦死する。アブドゥルムーミンも負傷し、敗残兵を率いて、ティンメルに退却した。1130年8月、おそらくは、マラケシュ包囲中の負傷が原因で、トゥーマルトは没する。トゥーマルトの使命によって、アブドゥルムーミンがムワヒド派の指導者となるが、おそらくは、 トゥーマルトが持っていた宗教的な権威とカリスマ性のため、トゥーマルトの死とアブドゥルムーミンの地位の継承は3年の間伏せられていた。ムラービト軍の主力を構成していたマスムーダ族が権力をめぐって各氏族同士で争う中、アブドゥルムーミンはそれぞれの氏族から支持を獲得していった。1133年に、 アブドゥルムルミンは、アミール・アル・ムルミニーンの称号を使用し、アッパース町のカリフからの独立を宣言する。ムワヒド軍は、マラケシ攻略に先立ち、モロッコ各地の都市を順次占領していく、包囲作戦を展開した。包囲にあたり、ムラビト町のキリスト教徒4兵の騎兵に対して、有利に戦い、鉱物資源とサハラ交易のルートを確保するために、 アトラスリーフの山岳地帯を制圧した。一方、村人朝では1143年に、ターシュフィー・ニブン・アリーが新たな君主として即位したが、村人朝の根幹をなす、ベルベル人の士族間で対立が起こり、1145年には、キリスト教傭兵の指導者レベルテルが死亡した。1145年のトレム戦の戦いで、ムワヒヒド軍は勝利。 ターシュフィーにイブンアリーを廃止させる。トレム戦での勝利で、戦局はムワヒド側に傾き、ムワヒド軍はフェズ、メクネス、サレを次々に攻略していった。1146年5月からムワヒド軍はマラケシュを包囲し、持久戦を展開した。1147年3月にマラケシュを攻略、村人町の王族と貴族は、 ムワヒド軍に殺害される。マラケシ攻略後もモロッコ南部と大戦洋、沿岸部では、ベルベル人が放棄しており、モロッコ全土がムワヒド派の勢力下に置かれてはいなかった。放棄した、ベルベル人を討伐し、その過程でムワヒド派内の粛清を行い、数千人の信者が殺害されたと言われる。トゥーマルトの家族であるアイトアムガルをフェズに遊兵し、 トゥーマルトの兄弟であるイサーとアブドゥルアジーズがマラケシュで反乱を企てた際には300人もの共謀者が摘発された。こうした内部構想を経てアブドゥルムーミンと共有であるムアヒド運動の指導者たちの間に深い溝ができた。1148年にモロッコ全土の制圧を完了、モロッコ征服後も各地で反乱が頻発したが、その度に ムワヒド軍は厳しい弾圧を行った。イベリア半島ではカスティーリ王国がムワヒド派とムラービト町の争いに乗じてイスラム教徒の領地を攻撃しており、イベリアのイスラム教徒はアブドゥルムーミンに助けを求めた。アブドゥルムーミンはトレム戦攻略後からイベリア半島に数回派兵を行い、キリスト教国とムラービト朝の領主の両方を撃破した。 1148年には、村アビト町のバレンシア総督、イブンガーニアからハエンとコルドバを割上される。しかし、アブドゥルムーミンは、アフリカ方面への進出を重視し、この時点では、イベリア半島の情勢に、本格的に干渉する意思はなかった。モロッコを征服したアブドゥルムーミンは、アルジェリアからチュニジアにかけての中央マグリブへの進出を試みた。 中央マグリブには、サンハージャ族の国家である、ハンマード・アサとズイール朝が存在し、海岸部では、ノルマン人のオートビル朝シチリア王国が基地を築いていた。1152年に、アブドゥル・ムーミンは、中央マグリブ遠征を開始し、アルジェ、ベジャイアを占領した。ハンマード・アサの旧とカルアの攻略には、息子のアブドゥルラーを向かわせ、ハンマード・アサの君主 ヤフヤーが逃亡したコンスタンティーヌを制圧した。ヤフヤーの追撃の過程で、アブーカサバが率いるザルダウィーユ族の奇襲からの防衛に成功した。中央マグリブに居住するアラブユー牧民は、ムワヒド軍の勝利に恐れを抱き、アラブユー牧民の軍がベジャイアの攻撃に向かうが、ムワヒド軍は彼らを撃退する。1153年に、セティーフ平原の戦いで、ムワヒド軍は、 アラブユーボクミ民を破り、アブドゥルムーミンは彼らに、寛大さを示した。そして、アラブユーボクミ民を自軍に加え、遠征の戦法として刺激した。アブドゥルムーミンは、コンスタンティーヌから先に進まず、モロッコに戻り、イベリア半島の情勢を注視した。ムワヒド軍は1153年に、マラが1154年に、グラナダを攻略し、 1157年にはアルメリアを征服する。これ以降およそ半世紀にかけて、ウベダとバエサからデスペニャペーロスを経て、トレドに至るルート上で、ムワヒ,ヒド軍とキリスト教軍の戦闘が展開される。1156年、アブドゥルムーミンは、されで、長子ムハンマドをカリフの後継者に指名し、他の息子にサイードの称号を与えて、主要都市の総督に任命した。 また、マスムーダ族の有力者たちに地位の世襲を認めさせるため、彼らに高い地位を与えた。この世襲の宣言に対して、モロッコ南東部では反乱が起きた。1156年にアブドゥルムーミンの権力が確立され、再度の東方遠征の準備が進められる。ツイール朝のイブンアリーは、アブドゥルムーミンに東方遠征を進め、イフリキーヤのイスラム教徒は、 ノルマン人の攻撃からの助けを求めていた。1159年春にアブドゥルムーミンはサレを出発して進軍し、同時に艦隊も出発した。シチリア王国がヨーロッパで新聖ローマ帝国と争っていたために、戦況はムワヒド軍にとって有利なものとなり、出発の6ヶ月後にチュニスを占領した。 ノルマン人の支配下に置かれていたマフディーヤを解放し、スファックス、トリポリが占領下に入る。イフリキーヤの小勢力と沿岸部のノルマン人は排除され、エジプトを除く北アフリカがムアヒド町の支配下に入った。イフリキーヤ遠征の後、アブドゥルムーミンはイベリア半島に目を転じた。ムラービト町滅亡後のイベリア半島南部では小勢力が乱立しており、 その中には、ムアヒド朝に侵入する勢力も存在していた。しかし、ムルシアを本拠とするイスラム教徒イブン・マルダニーシュは、ムアヒド朝に敵対し、カスティーリアなどのキリスト教国は、イスラム教徒の領土に、たびたび侵入していた。ムアヒド朝にとって、イブン・マルダニーシュは、キリスト教国よりも危険な敵であり、ウベダ、バエサ。 ハエンはハンムワヒド朝の感情からマルダニー州に従属した。マルダニー州はカスティーリャ、アラゴンと同盟し、他のイスラム教徒の勢力下にある都市を攻撃した。イブン・マルダニー州とカスティーリャ王国の両方から圧力を受けた領主たちはムアヒド朝に援助を要請する。アブドゥルムーミンは、騎兵隊を派遣し、カスティーリャ軍とマルダニー州の両方に勝利を収めた。 イベリア半島の視察を終えたモロッコに戻ったアブドゥルムーミンは再遠征の準備を進めされに移動するが1163年5月に遠征の開始前に病死したアブドゥルムーミンの遺体はティンメルのトゥーマルトの墓の近くに埋葬されたアブドゥルムーミンは壁岸の持ち主だった合理性と信仰心を兼ね備えた人物であり 恐怖にあたるイブントゥーマルトからは、足は誇りにまみれていても、頭は常に、スバルの中にある人物と評価された。アブドゥルムーミンはトゥーマルトの競技に忠実であり、変革を望まず、周囲に、ムアヒドを守る著名なシャイフを置いていた。しかし、カリフの称号の世襲を約束させたことで信仰心を、尊ぶムアヒド運動の宗教的原則の価値が、下がり、 称号の継承の承認と引き換えに有力者たちに高い地位を与えたことが、後年の王朝の没落の一因となったと言われている。在位中、モロッコにマドラサを多く建設したことでも知られる。ありがとうございます。